はい。何時だと思ってるんだよ。夜の9時です。はい。はい、もう眠そうなんで、ちょっとさっさと行きたいと思いますけど、今回ですね、なんと、ジンくんのオリジナルの恋愛シミュレーションゲームの、企画を用意しました。どういうこと？ジンくんとスマホで恋愛ができるシミュレーションゲームの仕事を取ってきました。はい、ああ。もう、あれじゃないですか、ジンくん。何年も日本帰ってきてないじゃないですか。はい。ファンがもう会いたくてしょうがないってみんなが言ってるんですよ。こちらこそですけどね。で、考えたわけですよ。あれ、ジンくんの恋愛シミュレーションゲーム作ったらみんな毎日ジンくん会えるじゃんっていう。もうなんかあれだよね。最近、無法地帯になってきてるよね。恋愛シミュレーションゲームって何？例えばですよ、こんなイメージ。皆さんがゲームの中でジン君と恋愛をシミュレーションすると。いいよ。ちなみに例えばセリフこんなの。マジで言ってんの？いやこんなキャラじゃないっしょ。言わねえだろ。いやもうファンキュンキュンですよ。これ恋愛シミュレーションってだって対象が俺なわけでしょ。そうですはい、だとしたらだって俺が言いそうなセリフじゃないと嘘になっちゃうじゃん。まあ、例えばっていうセリフ。例えになってない。いや、分からない。シチュエーションが分からない。やったことないし。まあそうっすよね。いや、そんなゲームをちょっとこれからなんか作っていこうかなと。大丈夫？なんかなんだろうな、俺がやることのこのちょっとラインちょっと超えてない？なんかすげえ強気だよね。が本当にファンのためを思っていいかなとは思ったんですけど、まあ、それはありがたいですけども、まあ、ちょっと一回聞いてみよう。この先は何なの？例えばタイトルとかがこんなのとか。例えば何位だよね。ヒロートークって知ってる？ベッドの中の会話だよ。甘いトークってことですね。はい。あと例えばストーリーなんですけど、例えばこんなストーリーです。おお。なんかちょっと想像していただいて。なんか鳥肌立ってきた。恥ずかしくない？これはちょっと。なんかこれをなんかジン君テイストでやれたらいいかなと思ってるんですけど。俺テイスト、まずだもうそこだよね。R指定とか引っかかんないのかと。ちょっととあるゲーム会社に話をしたところですね。はい。ぜひぜひと言ってくれまして、今日はですね、なんとお呼びしております。もうだってもうこれ決定じゃん。なんだよ。あ、じゃあ皆さん帰ってきてください。うわー、なんかもう軽いドッキリですね。おはようございます。はじめまして。おはようございます。打ち合わせスタッフだけじゃないんだね。いや、なんとなく顔合わせで。あ、ちょっと待って、顔合わせって決まってから普通行うんだけどね。これちなみにジン君がプロデュースしても大丈夫ですよね。はい、皆さんうなずいてます。大丈夫です。 R 指定はダメだ。うんうんうん。なるほど。 R 指定じゃなくなると多分僕の存在価値がなくなるぐらい。そんなことない。そんなことない。アイアの担当します、私北川です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。早速ちょっといろいろちょっと相談しながら決めていきたいんですけど、タイトル、シークレットジンズルームとかはいいんじゃないかなって。別にもうシークレットじゃないじゃん。R指定っぽい感じで来ますよね。なんかでも夜寝る前にお布団の中に入って、あの赤西さんとの恋愛を楽しんでドキドキしたまま眠りにつければ、明日からも頑張れるなんかなと思いまして。はいはいはい、まあ、ピロートークアウトっすよね。持ち帰りましょう。続きましてですね、ストーリーを決めていきたいと思うんですけど、全部もうなんか恥ずかしいんだけど。こういう感じで行くんですか、基本的に。はい、はい、はい、って言われた。これ楽しいの？あ、ちょっとピンときましたか？全然わかんないよね。なんかちょっと普通じゃない方がいいよね。でもこれ今決まんないんじゃない？これまあ、やるかやらないかの判断まだしてないですけど。え、あ、そうなんですか。お願いします。お願いします。え、ね、これ決定じゃないでしょ。だって決定じゃない。で、どうですか。でもこれだってやばくない？だって学ラン来てピロートークとかやばくない？
いやいや、俺もう芝居でもやらないよ。あの作品に。わかりました。なんだろう、今回の戦い方がわかりました。そうですね、もう振り切った方がやりやすいですかね。セリフとかさ、なんかふざけたくなっちゃう。タイトルなんか考えててもらえるといいかもしれない。タイトル、うん、なんか僕も考えてみますよ、うん、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、長いお付き合いになると思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、タイトルがしっくりきてないですからね。何日かトライしたんですよ、一応。マジむずい。これ系のタイトルは。ここに出るタイトル部分で呼ばれていく格好になるんで。いやー、やっぱり一番しっくりくるのは公開処刑なんですよね。面白いからこれ行こうよって話も本当にしたんですけど、はい、どうしてもこれは変えてくれっていうこと、すいません。あ、なるほど。なんか愛を感じたい。愛を感じたい。ふざけちゃダメなのかな。赤西仁と賢者の飯みたいなさ。めちゃくちゃ面白い。ハリウッド。日本語で部屋とか。いいんじゃないですか。HYA 部屋。うんうん。こんな感じ。はいはいはい。部屋良くないですか。どうですか。はいはい。じゃあちょっと一旦部屋を中心にデザインをして。言ってみてください。すごく本当にいいと思ってるんで。はい、確認していらっしゃもらえればと思います。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よし、お願いします。じゃあ、ジン君、表情系から行ってみたいと思います。なんだろう、陰影というかパキッとしすぎ、陰影とか雰囲気、写真がさ、ウェイクアップとかさ、明星みたいな。まあ、大丈夫。Better。Better。Better だけど、これあれはあれ使ったの？アミヤン。アミ。これもうちょい露出上げてみてもいいかな。やっぱ俺、好みはあった方がいい。いい人、かっこいい。話の流れで全体のあれが決まってて、キャラ設定が決まってて、物語も決まってて、その上で、ああ、じゃあどうしようって喋れるんですけど、はい、あ、フリーカット、あ、フリーカットじゃない、フリーカットか、うん、メリークリスマス、赤西仁です。楽しんでくれてますでしょうか。朝っぽい。これ食べれる。アクション。顔が結構暗くなっちゃうんですけど、もうちょっと、これ下げる？ちょっとさ、あざとすぎる。全部灰色じゃなくて、裏で。そうそうそう。なんかそっちの方が良くない？いやいや、後ろ落として。アクション。